こんにちは、こんにちは、こんにちは。こんにちは。いっぱい寝たのに眠い。寝起き。いや、今日は何時に起きたっけ。本格的に起きたのは11時ぐらい。あ、11時半ぐらい。でもその前からなんかちょこちょこ目覚めて、ちょっと携帯触って寝て、目覚めて、携帯触ってみたいなのはあったけど、で今なぜ配信を始めたかというと、ネイルをしてきました。今帰ってきた。そう、寝起きでネイル屋さんに行ってネイルを変えてきました。かわいいそう、なんか人生2回目のネイルなんやけど、1回目、前回今さっき朝までしとったネイルはすごいナチュラルな感じで、それもめっちゃ好きやったんやけど、でも結構もう伸びてきとって根元が。舞台が終わってから変えようって思っとったんですよ。そう、でも明日ちょっとちゃんとしたいお仕事が入って、ネイル伸ばしっぱじゃダメじゃって思って急遽行ってきました。でも今回もすごいナチュラルなんやけど、爪先がキラキラみたいな。そう、なんかネイル初心者が最初の方にネイル、初めてやる人が最初の方にやるネイルを1、2とやったって感じです。めちゃくちゃルンルン、気分ルンルン、気分ルンルンなので配信してみました。しかも最初1回目行った時は爪が結構短くて、じゃけなんかネイルってなんか長い方が可愛いというか、なんか綺麗な感じするんやけど、短かったんですが、今回はいい感じに伸びまして、いい感じな長さのネイルできたので大変嬉しく思います。なんか配信始める前からちょっと眠いかもって思っとったけど眠い、やっぱり眠かった、やっぱり眠いな。写真集の時は短かったの。うん、写真集なんか STA ネイル解禁されてから本当はすぐネイルしたかったんやけど、でも写真集の時は地爪、何もしてない爪の方がナチュラルでいいねってなって、やけん我慢しとったんや、ずっと写真集の撮影終わるまで。
そう、じゃけ嬉しい。なんか私が最近のさ配信であのビタミン C 飲みよるやん。あれ本当は、え？え？凍ってる。え、なんで水だけ凍るの？え、不思議。あ、でもまあ、え、でもすぐ水に戻った。え、え、結構、え、びっくり。上の方はまだ氷やけど、下の方すぐ水に戻った。冷蔵庫のとこ入れた。いや、全部同じドリンクボックス、なんかドリンク入れみたいなところ、同じとこに入れとったんやけど、え、なんで水だけ凍るん？え、なんで？しかもすぐ水に戻った。え、すごくない？じゃあこのキンキンに冷えてやがる水で錠剤を飲もうと思います。冷凍庫エリアに近いとなりがち。え、いや、なんならこのコーラが一番近かったはず。え、え、びっくり。ビリーバボ、うん、あ、飲めた。うん、止めた。ちょっとお水口に含んで薬入れた方がいいかな。あ、その方がいいん。でも確かに水の方がいいのかも。知覚過敏なくてすごい。あ、でもあんまりない気がする。え、キーンってなるってことよね、口が。あんまりない気がするね。かわいい。氷食べてもならない。うん、頭キーンはなるけど、そう、かき氷食べたいな。今年あんまし食べとらんと思う。嬉しい、ルンルン。これ早く常温に戻ってほしいかも。びっくりだよ。
え、なんでこれだけこんな凍ったんやろ、不思議。私が炭酸ばっかり飲んでることバレた。一番好きな炭酸はドレカミン。あんまり炭酸のイメージない。ほんまに？なんかその方が嬉しいかも。なんかお上品な感じじゃない？なんか炭酸なんだったらはっちゃけみたいな感じやん。みちは最近飲んでないの？え、もうずっと飲んでないよ。みちょさ、大きいしさ、持ち運びできんけさ、原液を。じゃっけ家じゃないと飲まんけさ、家だとめっちゃ飲むんですけど、ありえないぐらい。じゃっけこの遠征舞台始まってからは全然飲めてない。悲しい。みちょが一番人生で飲んだ水分だと思う、ジュース業界の中で。かわいい、ルンルン。ジョーちゃんが飲んでたから飲み始めてもう何年だった？嬉しい。アンバサダーになりたい、アンバサダー。なんかネイル始めたらもうなくせないみたいな、ネイルしてる人がよく言っとるのを聞いて、そんなことあるかって思ってたんですけど、本当ですね。本当になんかやめられないって感じ。私純粋にすごい爪を守ってくれとる感じがして、焼き焼き焼き。嬉しい、ルンルンです。ちょっと眠いですね。ボイスメッセージは取り終わった。本当にごめんなさい、全然取り終わってないです。あの道のりは長いです、すみません。少々お待ちを。ちょっとずつ撮ってます。うん、お、届いたって人ある。相当早くファンクラブに入ってくれた人たち。なんでこんな眠いやろ。お、
写真集に車乗ってるカットとかあるんかしら。さてどうでしょうこのこの反応ってことは絶対あるよね。わかんない。でも撮ったのは撮ったけど使われたんかがわからん。ほんまになんかさ、レモンの季節の時も撮ったけど使われてないカットとかちょっとだけあって、やけんどうかわからんけどあるかも。ちほちゃんはずっと眠たいイメージがあるいやそう、なんかさ、お話し会とか握手会とショールームのギャップが一番あるアイドルだと思うもうさ、お話し会の時寒いな着ろ。お話し会の時はもう会場中に響き渡るもうすんごい声量でやってるんですけど、ホルムはすごくオフやし、すっごいのんびり配信しとる。めっちゃオフモードって感じやけ。なんかさ、もう今は結構それを知っとる人が多いけど、初期の頃は配信きっかけで握手会に来てくれる人が多くて、すごいその人たちみんな想像と違ったみたいな想像してた千穂ちゃんじゃなかったみたいな感じだったけど、みんなしてまた来るねみんなして想像と違いましたって言われるけど、みんなしてまた来るから、多分みんなね、やっぱり人間はギャップに弱いんですね。そう、ギャップにみんなやばいから、みんなまた来る。ありがとうございます。うん。ちゃ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 。気分上昇のパパ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 。アクターズ入る前、アクターズは小4ぐらいで入ったんですけど、その前に幼稚園生の時にどんぐらいやろ、めっちゃちょっとだけダンス習っとったんですよ。2、3年、もう小学校入ってちょっと経って多分やめたんですけど、じゃけなんかもうほぼ習ってないようなもんもんなんですけど、自分的には幼稚園の時にダンス習っとって、なんか地元の公民館みたいなところであるやつ、その時にこの曲踊った気がする。
懐かしき思い出。なんかさ、テンスラも東京終わって3日空いて、で大阪バータリーとかがあるんですね。じゃけさ、3日間そのセリフとか言わんけ、なんかすごい全部を忘れてそうで全部を忘れてそうでちょっと怖い。そう、大阪アフタートークあります。大阪の最終日のお昼、吉花さんと小木花とうさちゃんと私の4人であります。ワクワク。皆さんぜひお願いします。頑張ってください。ありがとう。なんか大阪の会場がさ、なんか聞いたことある名前じゃなって思っとったら、あの7人のお宅の時に行った会場と同じだった。検査大阪で舞台するの2回目なんですけど、偶然にも同じ会場だったけびっくりした。だいたい舞台、大阪で舞台ってなったらあそこなんかな。あそこ見やすかった気がするね。なんかさ、こうなっとったイメージ。でもあそこ楽屋と舞台の行き来がもうすんごい、もう長々階段を経由せんといけん記憶があって、そうじゃけ足腰が鍛えられそうです。今回もさ、楽屋のと舞台の階が違うけ階段上り下りいっぱいしとる。でも今回のところはそんなになんか普通の階段、段数は普通の階段。でも 3K なんちゃらブリーゼ、 3K ブリーゼなんちゃらいらんない、 3K ブリーゼはなんかもう本当になんでこんなに長いんだってぐらい、もう一直線の長い階段があった気がする。あ、サンケイホールブリーゼ、あ、サンケイホールブリーゼね、サンケイブリーズホールかと思った惜しい、統治法。キラキラ。次はもうちょっと派手な感じにしたいなって思う。ワクワク。
あ、皆さん、ファンクラブのファミ申し込みが明日 ?31 明日までなので、よろしくお願いします。楽しみ、人生初個人ファンミ。当たりますように。え、絶対当たりますだってあの会場、あの私が予想してた2倍ぐらいの大きさだったのでそうだから絶対当たります。そう、でも来たいと思った人が絶対来れる感じがそういいなと思ってたんだよ。硬い方、そうハイタッチもある。なんかさ、握手会の予定が今んとこもうないけさ、のんびりなハイタッチにしたいですね。私1部と2部で別々のステッカーがついてきます。あとグッズ全部かわいい、本当に本当にかわいい。てかあのカットめっちゃ良くなかったですか、あの昭和アイドル風のウィッグもかぶって、あれのカットがもうほんまにお気に入りなんです。あれのアクスタ欲しいんじゃけど。あれのアクスタ絶対可愛いと思うあれのね、アクスタで全国各地の喫茶店とかなんかレトロなとことか持ち歩いてほしい。ワクワク。アクスタっていいよね。眠眠、爪切れ見えてないやろ。なんかさ、自分もめっちゃ見える部分じゃけさ、
生きるモチベーションになる、ルンルンな、ルンルンって気持ちになる。皆さん、写真集の発売が決定しました。公式 X のアカウントもできたり、あとはもうあの Amazon とかなんちゃらとかで申し込み予約もできるので、皆さんよろしくお願いします。もちろんです。ありがとう。広島でお渡しかお願いします。したいしたい、絶対したい、うん、うん、ショールームの発売もします。そろそろ終わろうかな眠みが。限界に達してきたので寝ます。じゃあランキングを読みます。20位キョンシーさん、19位レイさん、18位タカボンさん、17位ヌルディンさん、16位 XYZ さん、15位サクラパンダさん、14位ドーグラスさん、13位良平さん、12位アクタさん、11位ヌクイさんさん、10位マー君さん、9位ヒロロンさん、8位モヤ太郎さん、7位ミックさん。ラッキーセブンな、変わった。じゃあちょっと7位の方まで読みますね。レイさん、ヌルディンさん、 XYZ さん、サクラパンダさん、タカポンさん、ドーグラスさん、アクタさん、ノクイさんさん、マー君さん、リョウヘイさん、ヒロロンさん、モヤ太郎さん、ミックさん、ブルーさん、ありがとうございます。6位ツリケンさん、5位ユリアピースさん、4位グリオティーヌさん、3位マルトモちゃんさん、スイスイ。2位にどみさん、そしてそして第1位はピューヒュン、ダンシンモンキーさん、イエーイイエイイエイイエイ、ありがとうございます。感謝の極みです。イエーイ、ありがとう。ということで今日は何曜日？あ、土平日土平日のでした。気まぐれでね、やったんですけど、来てくださった皆さんありがとうございました。
それではおやすみなさい。バイバイ。